は自律神経を調整する、爪もみと頭もみと顔もみを行います。では顔もみの方から始めていきますね。顔もみで刺激する場所は眉の上、目の下、で鼻の下、口の下、こめかみ、耳の前ですね、になります。クリームを塗ってベリーを塗しますね。で、眉の上ですね。から鼻の下、口の下ですね。あと耳の前ですね。基本はこの眉の上、目の下、鼻の下、口の下、耳の前の5箇所なんですけれども、鼻づまりなど鼻の方に、不調がある方ですとか気になる場所がある方はそういうところも押して大丈夫です。少し痛気持ちいいぐらいですねの場所を、探って、気持ちのいいところを満足のいくように落としていきますね。で、これとセットで行いたいのが頭もみになるんですけれども、頭もみで、押すポイントとしてはこの中心部分から指幅1本分ぐらい外側の天柱というツボになりますね、のポイントになります。ご自分で打つ場合はこういう感じで親指を天柱に当てて、で残りの4本は側頭部などに当てて、この痛気持ちいいところをですね同時に揉んで刺激するようにします。私はちょっとこっち天柱を中心にしてこういう形で押していきます。目が疲れている方とかも効果的な場所になりますね。同様に反対側も押しますね。揉んでいきますね。こういったところをこうほぐすことによって脳幹を刺激して自律神経の調整、免疫力の向上、精神の安定、そういったことが期待できます。美容の面でもですね、お顔の歪みとかたるみとかが改善したという報告もありますので、そのような目的でされてもよろしいと思います。ごめんなさい来るね、カメラの今日はグイグイだね、グイグイ来るね。
そして、ま、この頭もみとお顔もみも、そうなんですけれども、自律神経の調整ですとか、さまざまな不快症状の改善ということで言えば、爪もみというのも、自律神経の調整ですとか体調の安定のために、推奨されていますので、今回同時にやっていきますね。それぞれのこの爪の生え際ですね、ここを押していきます。こういう感じで各10秒ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10というふうに押していきますね。で、薬指は交感神経を刺激するので、交感神経を刺激する爪もみの場合は行わないと今まで言っていたんですけれども、アレルギーがある方ですとか肥満、ダイエットをしたいという方はこの薬指も揉むようにしてください。肥満ですとかアレルギー症状ですね、アトピーですとか花粉症ですとか、アレルギー性の気管支炎や鼻炎というものは、副交感神経が優位になって起こるものですので、交感神経を刺激して調整した方がそれらの症状は改善されますので、薬指も行って OK です。で、またそうじゃないという場合でもですね、ツボ押しというのは体の不調を整える、改善するという目的で、作用がありますので、押したからといって悪い影響があるということはないようです。ですので押していって大丈夫です。小指は行いますね。はい、で反対の手も同様に行っていきますね。小指の方から各10秒ぐらいずつ、これも痛気持ちいいぐらいでやりましょう。あまり苦痛で顔が歪むほど強い力を加える必要はありません。かといって押した感触がないほど弱くやってもあんまり意味がありませんので、まあ感覚として痛気持ちいいというぐらいが最適です。これぐらいの力でグッと押すようにしましょう。指の疲れる方は洗濯バサミとかでやっても大丈夫です。はい、以上がお顔、自律神経を整えるお顔もみと頭もみと爪もみになります。